エリー・タイラー・オリニクは、カナダ・トロント出身のプロバスケットボール選手。NBA のデトロイト・ピストンズに所属している。ポジションはセンター。トロント出身のオリニクは、地元のトロント・ラプターズを見て育った。母親は、ラプターズの職員だったこともあり、オリニクもバスケットボール選手を目指した。一家は、その後ブリティッシュコロンビア州下ムループスに引っ越し、オリニクは、 地元の高校で活躍。高校卒業後は国境を越えて、ワシントン州スポケーンにあるゴンザが大学に進学。3年間プレーした後に2013年の NBA ドラフトにエントリー。13位でダラスマーベリックスに指名された後、三角トレードで交渉権がボストンセルティックスに移動した。2014から15シーズン途中からはダラスマーベリックスに放出された。 レージョン・ロンドに代わり、エイブリー・ブラッドリーと共にチームキャプテンを務める。2015年の NBA プレイオフでは、ケビン・ラブに左肩脱球の重傷を負わせるなど、物議を醸した。さらに2017年のプレイオフでも、ワシントン・ウィザーズ戦で、ケリー・ウーブレと乱闘騒ぎを起こし、ウーブレを退場に追い込んだことで、ゴールデン・ステート・ウォリアーズのドレーモンド・グリーンからも、 非難されるなど、またしても、物議を醸した。なお、グリーン自身も、スティーブン・アダムズの股間を蹴り上げるなど悪質なプレーが多いため、本来批判する立場にはない。2017年7月5日、セルティックスは、ゴードン・ヘイワードと大型契約を結んだことによる、サラリーキャップの調整の意味合いを兼ねて、リり肉に,に出していた、クオリファイングオファーを取り下げたことを発表。 7日にマイアミヒートと4年5000万ドルで契約を合意した。2017年12月20日に行われたフルスボストンセルティックス戦でキャリアハイとなる32得点を記録。試合はヒートが90から89で勝利した。ありがとうございます。